ゲーマー女子部略してゲーザー、今日のよきゅんとファイターのセミです。本日のチャレンジは大乱闘スマッシュブラザー。今日の目標もおいちゃんを倒す。それではゲーム画面どうぞ。はい、ピンクカービィがセリンで、そして、黒カービィがよきゅんで、そして黄色カービィがスタッフみやこちゃんです。はい、もうゆきたんのカービィはただの黒カビ状態になっています。もう爆弾だと思ってるから私。そう、巨大だね、ぶつかって爆発してやろうと思ってる。そう、岩になってやろうかと思っておりますよ。はい、それでおいちゃんがちょっと新キャラだぞ。新キャラゴージャスさんに、あのミーっていうのがあって、それのミーファイターでゴージャスさんを遊びで作ったのがあったんで。なるほど、思い出して倒しがいがあるそれじゃあ倒しに行くぞ。はい、レディー・トゥ・ファイト。今日こそは前復帰知らなかっただけだし、そう、もう復帰とか関係ないし、カービィ飛べるしって聞いたし、私今日カービィ3体あーすごい、飛んでみよう。ほらほらほら、見て飛んでるんだよ。どうやって飛ぶんだったっけ。XX 何回も。あ、そうだね、そうだった、そうだった、オッケー、よし、吸い込んでやるよ。あ、これ吸い込むの。そうそうそう、おいちゃんのこと。うん、おいちゃん吸い込んでやる。やったー、やー、すごい、吸い込み、つけられて嫌な気分。よいしょ。ちょっと待ってよ、待って、おいちゃんまた同じ戦法だ。あそこで全員を待ち構えるっていう、なんかちょっと、あ、痛い、くれこれ、なんか当たんないぞ。なんで入った入った、こっちね、外に外に出すんだ。そうかそうか、外に出せばいいよね。猫ちゃんいいぞ今の、ナイスケリー、ナイスナイス。このハンマーが空振るのはなんでなんだろう。どうしたらもっと綺麗にいけるの。ダメ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 、ね、どうしたらするの。なんでゴー様の仮面つけられてんの。なんでゴージャスさんの仮面つけてるの。わかんないよ。あ、いた、スレ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 、みんなスレ、それか B だ、 BB A B こまめにやった方がいいのかな。そうそう、 A B こまめにやる。 A B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 、 ほらもうほら138、もうあと20パーぐらい入れたらもう勝てるよ。一発外に出せるよ。よし、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、いけいけ、勝ち、7、6、5、どうでしょう。3、やったー、ちょっと待って、あ、落ちちゃった。なんで、なんで、何がダメなの。なんで、なんで、わかんない、ちょっと聞いてみよう、とりあえず間違いかもしれないから。そうだね、いや、負けてる。な、どういうこと、どういうこと、落下してるね。え、なんで3人も落下してないよ。だって復帰したもん。うん、これ嘘だよ。ね、自分で落ちてないもんね。あ、みやこちゃんめっちゃ与えてるよ、91%。みやこちゃん、ケープのみやこさん。そうだね、そうだね、 GP かもしれん。あ、でも一人ずつ順、あの、綺麗に落とされてるね、ボーリングの球みたく。みんな落とされたんだ。嘘だ。そう、じゃあちょっと今日も勝者の一言いただきますか、うん、勝利者インタビュー、勝利者インタビュー、どうして勝ったんですか。カービィが軽かったですね。どういうことなの。カービィが重かったらいいの。クッパだったらいいってこと。次はクッパだな。次はクッパだ、次はクッパだ、うん、かった、よし、よし、それでは今日はここまで、バイバイ。ちょっと何、とにかくおいちゃんを倒さないと、おいちゃんが味方にならなければショーベイダーと戦えないの。そうなの、だからまずおいちゃんを倒さなきゃいけないの。そう、最終的には物理攻撃はありだと思った。これ、こっからこうやって投げればいいでしょ。それだよ、それだよ、残されたんでしょ。3本目いきましょう。じゃあ